気づけば朝が来ていた。壊れたおもちゃのようにベッドから起きて、テレビをつけて無理やり朝を始めた。ニュースからは恋人を刺して捕まってる人が映し出された。愛なくして捨てれた姿、今ならば気持ちがわかる。愛されないならいらない。出てきたキッチンの隅っこのナイフを睨んだ。まっすぐあなたに向けられたら、そんなことを思うたび、愛していたって気づいて泣いた。私の中ではまだあなたが生きているの。愛して欲しかった、大切だった。それなのになんでだろう。いっそあなたを殺したいよ。愛されないならいらない。立ち尽くしたキッチンの隅っこの中